リクガメのまさこレイディオ。せーの、まさこレイディオ。マサコレーション、マサコレーションって言った。はい、レーション、レーションさん、はい。前日です。はい。そうです。E プラスも締め切りまして、はい。はい。去年に目指してて、うん、いけいけいけ、もうちょいやいけいけってめっちゃ頑張ってた数字を難なく到達しまして、うん、そうですね、すごいですね、まあ、だから去年のキャパやったらもうソールドアウトってとこまでねチケットがもう売れてて、確かに確かに、うん、その人数制限っていうのが、ね、人数制限あったから、うんうん、そう今年はもうちょい緩和してるからソールドアウトにはなってないということなので、はい、お買い忘れた人ね、はい、すぐ言ってください、すぐに言ってください。そうですね、まあ、最悪当日来てください。当日券もあります。はい。うん。うん。結構もうわさわさすると思うんですけど、皆さんもうね、はい、明日はもう、優しさを持ってね、で、駅のホームやないんやから、まあ、ぶつかったりとかな。うん。確かにね。線と階段とかもこう譲り合って、うん、なるべくお年寄りの方を優先して、ちょっとエレベーターをね。エレベーターは1台しかないし、階段も狭いんで、階段ババババってねなると思うんやけど、もうほんまに気ぃつけて、うん、怪我だけないようにしてくださいね。そうですね、お願いします。ほんまにそれだけお願いします。あとはもう、うん、ほんまそれだけ気ぃつけて、あとはもうほんま楽しいだけやから。そうね、楽しいだけですね。楽しいだけの日が本当に始まって、もう楽しみやな、本当に楽しみです。めちゃくちゃ楽しみ、まあ、まあ、うん、まあ、なんやろうね、楽しみだけではないんやけど、そりゃ、うん、ふつふつとさ、毎年みたいにしてるんやけど、うん、今年はやっぱようやくそれをひっくるめて楽しみに変わって、なるほどね。ほんまに、ほんまに楽しみって感じ。なるほどね。もちろん、まだ見てへんからわからんけど、全バンドめっちゃ怖いと思うんやけど、うん、いや、この後やんのかって12回思うと思うんやけど、13回か、そうね、まあ、思うと思うんやけど、うん、うん、なんかそれ今のとこね、まだ明日になってへんから、うん、ヘラヘラしてますけど、ね、まあ今回ね、うん、もうズタボロにされに行くために、はい、はい、読んだんで、ぜひ全力でかかってきてくださいということで、はい、どうですか？あ、楽しみ。ショーンはこの前日どんな感じですか？いや、別にまあいつも通りで、出たよ、ね、予想通りでしょうね、うん、マイベスト、まあ、まあまあだから楽しみっていうことです ね、だから一日、うん、まあまあ、いつも通り楽しみ、その好きなバンドを見れるっていう、シンプルにそれが楽しみっていうのと、うん、まあ、もちろん自分のライブはいつも通りベストを尽くせばいいライブできると思ってるんで、うん、 そうね、そんな感じする、うん、ね、そんな気します、うんうん、って感じです。ですね、うん、楽しみやね。なんかボイラーとマイベストテープのラインあるやんか、うん、あそこにもうめんどくさいから、もうマイベストの全員おるし、そこに業務連絡打ち込んではい、はい、みんなでも明日お願いしますみたいな感じの中で、一人だけショーンがよろしくです。ホッとするわ。ホッとした。一人だけあ、よろしくですぐらいの感じで、よろしくお願いします、明日よろしく、よろしくですぐらいの。わかる、わかるね。うちもあれでいい、折り返しの電話の切る時みたいな、うん、はいはいはい、あ、そうやから、はい、頼みます、はい、頼みます、はい、はい、みたいな感じのテンションで一人だけいたから安心しました。そうそうそう、もうそういう、うん、なんかちょっとさ、ツアーとかガッてやってたらさ、うん、ショーンの言い方うちしたいと思ったけどさ、ちょっと間も間しちょっと決まってる部分あったからさ、うん、よろしくお願いしますとかさ入れてるけどさ、その後にショーンの時に、あ、そうやな、うちらってこれが関係やんなと思ってホッとした。そうやろ、そうやろ、そうやね。なんか
なんそんな気合い入りすぎちゃうかなっていう感じの。いや気合は入るやろ。だって気合は入るやろそら。マイベスのラインやで。いやいや、マイベスやから気合入んねやろ。マイベスのただの業務連絡やん。いや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 。なんかいろいろ全員に送ってるけど、うん、ほんまにみんな返してくれる人はほんますごいから、びっくりマークの数とか、ね、びっくりマークの数ね、スタンプの圧とか、うん、もう本当にあれやりますみたいな感じやから、みんな、うん、みんなほんまに、いやー楽しみ、うわー楽しみやな、ほんまに楽しみよね。私も今日一回緊張したんで、うん、明日はちょっと。そうなん。なんかすごいな。今日一回緊張して終わったんや、一旦。え、違う、もう今終わってる。ちょっと今ちょっと落ち着いてきたから、明日の緊張を前撮りしといた、ちょっと。あ、そう。うん。うちも、まあ、なんやろ、緊張は昨日一瞬来たのがピークやったんやけど、うん、電車の中で、うん、今日はボイトレしながら泣いたから、お、多分大丈夫、いいですね。で明日13組で泣くもん、初めてやわこんな、うん、歌ってて泣くとかじゃなくても、あーとか言いながらやば泣いた。そっから出てくるの、その感情が、ほんま気持ち悪かったわ何事かと思ったもん。それはそうやな、びっくりした。うん、なんか最近そんなん多いね、うん、ほんまに意味のわからんとこで涙出てくる、はいはい、ほんま情緒不安定なんかもしれない。涙腺って感情とつながってないんちゃうかなと思うもん、なんかほんまに。なるほどね。なんかそうそう、ニキビできるぐらいの感じで、 あれこんなとこにニキビできてるぐらいの感じで涙出てくるすごいな。でもまあ気づけば、ね、出てる、うん、気づけば出てる。いやもう出し切っといたらね、自分たちのステージではね、まあうち多分ね、要所要所のバンド見ながら多分泣いてると思うから、そうね、ほんま見かけた人は、ほんまに見て見ぬふりしてください、うちの。え、多分、そっとしといてあげる。そうね。一切何もうちのこと無視してください、皆さんが。ほんま、去年も、なんか、うん、そうそう、結構、うん、まあ言うて、ボイラーって、カメフェスでは主役やからさ、うん、やっぱなんか、あ、大変そうね、みたいな、こう気にかけてくれるんやけど、はいはいはい、ダダダーって、あちこち行ってたりしたら、うん、あ、忙しそうねみたいな、もううちのこともう無視してください、もう。まあそうね、もう多分ね、いろんなバンド見てたらうちほんま会話できる状態じゃないと思うから、うん、感極まって一バンドずつ、うん、なんかそんな時になんか話せる相手ってもうアフリカゾウぐらいやと思うからじゃあ話しかけちゃダメってことですね。そういうことですね。いやそれも寂しいから。パオーンだけみんなパオーンだけ言ってあげて。パオーンだけ言って通り過ぎて。このラジオ聞いた人はパオーンって言ってくれたから、うちも。うん。くせーって感じですから。ね、いいやんか。そういう会話でいいじゃない。でもそうね。ねもうそれだけでいいよね。言葉のない時代ぐらいの、うん。それだけでいいです。通じ合えるもんな。確認ぐらいな。うんうん、既読みたいな。既読しました。はい、安心みたいな感じで。そうね。うん。お願いしますね。ああ、明日なんや。うっ、明日やな、うん。なんかほんま不思議と落ち着いてるわ、めっちゃ。うん、いいですね。うん、今回はマジで早寝よう思って、うん、もううち7時から眠かってんやんか。うん、そうなん。やけどもう1時やで。早く起きすぎひん、逆に早く。7時に寝たら2時とか3時とかに起きちゃう。もう10時やん、もうやばい、早寝んと。そうやな。いや、今だ十分ゆっくり寝れる時間やから、まだ。いや、そんな焦らんでも。10時やって。ゆっくり寝れますよ。うん、こっから3時間寝つかれへんとしたら、もう1時や。3、そんな寝つかれへんの。7時のあれは何やん。全然落ち着いてないやん。え、確認やけど、うち8時に起きたらええやんな、明日。知らんよ、その寝の加減は。人によるやろ、準備の加減とか。まだ私は確認してへんけど。そうやな。まあそんな感じでヘラヘラしてますけど、はいはい、明日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、楽しみにしましょう。はい、はいはい、お願いします。ほな皆さん、わさこらさささ。